ガラスヒバーは、ナミヘビかヒバカリ族に分類されるヘビ。有毒。日本固有種で、奄美諸島、沖縄諸島に分布全長75から110センチメートル。体型は細長く、体長の3分の1往で構成する。体色は黒や黒褐色で、銅に黄色や褐色の帯模様がある。体模様は、尻尾の方へ行くと途切れて、反転となる。若い個体ほど、 模様が鮮明になる、鱗の表面からは、触れるとザラつく感触が得られるほどの流骨が隆起している。和名の由来は、沖縄の方言で、カラスヘビの胃。ただし、島ヘビの骨化型個体とは、無関係。覆面の鱗は、紅白色で、両端に黒い斑点が入る。上あごから毒を分泌する。頭部のサイズを考慮すると、目は大きい。 危険を感じると体をくねらせ、鎌首をもたげて威嚇する。比較するとメスの方がオスより、体が太く長くなる。一方、尻尾の長さにおいては、オスの方が勝る。低地、山地に生息し、水辺を好む。川や水田で頻繁に姿が見られる。湿度の高い森林などを好み活動する傾向がある。カエル、魚、ヤモリ、小型のトカゲなどを、 主に捕食。動きは敏速かつ柔軟であり、草の葉の上を移動して獲物を捕らえることもある。繁殖形態は男性で5から8月に1回に2から6個の卵を産む。卵は50日から60日で孵化する。毒蛇であることが認知されたのは近年になってからである。毒を分泌する牙が小さく、噛まれただけでは毒が体中に浸透することはない。そのため、 噛まれたことによる実害も報告されていない。しかし、デュベルノは線より分泌される毒そのものの毒性は強い方であり、注意が必要とされる。ありがとうございます。